トーナメントも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。さあ、手始めに、まずまずの当たり。ここで自陣攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでサイドンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここで猛烈な吹雪。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでポリゴンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。おー、ダメージは大きいぞ。さあ、これは逆転をついた。さあ、熱いバトルが展開されております。激しい攻撃、急所を捉えた。あっと、ダウン。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。おーおーっと、このポケモンではまずかったか。早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでカブトプスの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあ、ここで、おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、今度は急所に当たった。さあ、両者ともかなりダメージを受けました。ここでサイコキです。よし、あーっと、力尽きたか。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでラッタの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。ここで体力回復だ。さあ、このバトル、つい一撃。両者とも大健闘です。激しい攻撃、
激しく当たった。あーっと、吐き気なく倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。ここで特殊能力をアップです。さあ対するはユージ。さあ激しいバトルです。おっとポケモンをチェンジします。ここでモンジャラの登場だ。まだまだステータスをアップします。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さあこれは強烈な一撃。ここで回避率をアップです。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、さあ今度は急所にヒット。自分のステータスアップに集中だ。肩やまだ余裕しゃくしゃく、肩や疲れを見せております。切り替えた。急所を捉えた。おっとダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでヤドンの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おお、あーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。さあ最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。勢いのある攻撃、効果は抜群だ。あーっとあっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。
ってまいりました。ファイナルバトル、果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。勢いのある攻撃、おっとこのポケモンではまずかったか。あっと早い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここでピクシーの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあこれは激しく当たった。おっと電磁波、おっと満ちてしまった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあここでよーしヒット。さあ今度は中心に当たった。なんとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここで白龍の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。よし当たった。ここで冷凍パンチ、効果は抜群だ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこの場面で強烈な一撃、ここで再撃です。